官僚室町幕府出事高四家の兄弟。兄弟の諸直同様に優れた武将であり、また幕閣としても侍どころ頭人、引きけ頭人などの養殖を歴任。しかし、足利氏の内紛である官能の上乱で、将軍帝の足利忠義に敗北し、諸直と共に滅んだ。足利高氏に仕え、現行三年。 正教二年の鎌倉幕府に対する挙兵で武功を挙げた。それにより、翌年、兼務の申請における雑草決断書の奉行に、上杉の理夫佐と共に任じられた。兼務二年の中仙台の乱でも高氏に従って、鎌倉に赴き、北条時行を破る。その後、新田義貞を総大将とする朝廷の高氏追悼軍を、 三河国で迎撃し、一旦は、敗れるが、鎌倉に筆足していた、高氏の出馬に従い、吉貞の軍を、箱根、竹下の戦いで撃破した。京都へ攻め上った高氏が、朝廷軍の反抗にあって、九州へ落ちると、筑前国などの戦いで、大いに活躍する。港川の戦いでは、高氏の弟、足利忠義の副将として、武功を挙げた。 その後も、金ヶ崎城攻めや北畑秋へ討伐で、大いに活躍し、室町幕府創設にあたり、軍事において、大いに貢献した。将平二年、上は三年、楠木正幸が挙兵すると、兄諸直と協力して翌年これを打った上、南朝の本拠地である吉野に攻め入って、道地を焼き払った。しかし、功労者であるのを良いことに次第に傲慢な態度が、 目立ち始めた。例えば、昌平三年、上和四年初頭、北朝家門領が領有する河内国王馬荘に対し、手続きなしに、兵糧領所と設定して乱暴行為を働き、北朝苦業の当院金方から非難されている。これは、基本的には、軍事費を捻出する目的だったと思われ、当時、死体は、 河内守護だったので、手続きさえすれば、兵糧米を収奪するのは合法だったのだが、その手続きを飛ばした点を咎められたのである。もっとも、日本史研究者の亀田俊和の主張によれば、同時代の他の武将と比較すれば、公共弟の横領、乱暴の残存資料はむしろ少ない方であるという。このような公家や自社と武家との対立を避けようとした、忠義と、 武家の勢力伸長を第一と考えた諸直が、幕政の主導権をめぐって対立し始めると、諸直派の中心人物とみなされる。死体、諸直は、昌平四年、昭和五年、忠義の追い落としに成功する。だが、一度は出家して、政務を知りいた忠義は、翌昌平五年、官能元年、高氏が忠義の養子、足利忠冬を討伐するために、 中国地方へ遠征した隙に、京都を脱出して南朝へ帰準し、諸直、死体兄弟討伐を掲げて挙兵した。死体は、遠征先の岩見国から京都に帰還し、高氏と共に忠義と戦ったが、昌平6年、官能2年、摂津国内入浜で敗れた。和議の条件として諸直と共に出家し、道勝ちと合する。同年二月十六日、 忠義の手で、京都へ護送される途中、復讐のために怒り狂って待ち受けていた忠義派の、上杉義則らによって、同国無効河藩において、諸直や息子の塩をら一族と共に、殺害された。教年不明。武将としては一流であった。政治手腕にもたけ、幕府創設期には訴訟奉行を任されている。しかし、県政におごり高ぶったのが、命取りとなり、 一族諸とも殺害され、滅ぼされる羽目となった。兄弟の孔諸直と同様、失脚後、死後は、様々な悪行の物語が描かれたが、日本史研究者の亀田敏和によれば、どれも、ほとんど一時資料で確認することはできないという。例えば、太平記が語る逸話では、死体は、東山に山荘を建設しようとして、 その地にあった菅原氏の墓所を掘り返し、これに対して、三義、菅原有人が異議を唱えると、新言州大覚寺派門関の乾村法神皇の、長道に命じて、財藤を殺害させた、という。このうち、菅原有人が、京都市中で若者に殺されたという天皇みは史実で、ある。しかし、そこに、死体が関与した歴史的証拠はない。亀田の指摘によれば、 当時の死体は、岩見遠征に向けて、軍備を整えている最中であり、菅原氏の賛技と対立しているような時間的余裕は、なく、時系列として無理があるのではないか、という。亀田利和によると、上和4年、1348年、死体軍が、聖徳大使病の大使像を破損し病を、焼き払うという暴挙は、一時資料から確認できるという。ありがとうございます。